妙正寺は、岐阜県岐阜市の金華山の麓にある、日蓮州の寺院。三号は、三光山。九本山は、京都立本寺、生市方園。2015年4月24日、信長公のおもてなしが息づく、戦国城下町、岐阜の構成文化財として、日本遺産に認定される。天文3年に、京都にある日蓮州の大本山妙見寺。 第八世ヒ弘の弟子である五千院飛春の海んである。厚見郡、今泉村に創建されたが、慶長五年に織田秀信に現在地を寄進され移転した。かつては竹中重春の屋敷跡であったが、当時はすでにき屋敷であったようだ。境内奥の参考稲荷社は、重春が守護神として祭り進行していたと伝わる。昔から、 人々は妙生寺を親しみを込めて、参考んと呼び、参考稲荷者への参詣者も多い。妙生寺の参考も、参考山である。松尾芭蕉が滞在した寺ということでも知られており、上京五年に約一ヶ月滞在した。宿りせむ赤座の杖になる日までの区は芭蕉が到着した、時に出迎えに来た僧侶へ、芭蕉が挨拶として読んだ区であり、境内に区碑がある。 岐阜駅及び名鉄岐阜駅より、岐阜バスで、岐阜公園、長良橋方面のバスで、本町一丁バス停下車徒歩4分。なお、岐阜駅及び名鉄岐阜駅に戻る場合、大仏南、明称寺前バス停を利用する。妙称寺、岐阜大仏消防寺付近の道路が一方、通行規制のため、上りと下りでは、バス停の位置が違う。ありがとうございます。